はい、どうも皆さん、ケジオです。戦国恋姫オンライン応援紳士やっていきます。今回もね、イベントじゃない、本編ですね。もう38かな、そう39、40がもうそろそろ、来るっていうことなんで、まあ急ぎ気味ではあるんやけど、まあ見ていこうかなっていう感じかな。で、前回1から4はなんかね、ちょっとエイリカちゃんにコイロさんがね話してて、で一人で行動するようになっちゃったよな、エリカちゃんが。で、自分の中ではちょっとコイロさんは悪いけど、まだちょっとどうなんやろうっていうどっち側の人間か、まだはっきり、ちょっといくらエリカちゃんの先輩、まあお姉ちゃん的存在、先輩みたいな感じやからと言って完全に安心していいかってやったら、まあそうでもないと思うんで、まあちょっと半々ぐらいで見てますね。で、あとはちょっとね、ちいこちゃんが、まあ、我慢できなかったこともあって、早くね、ひよちゃんと、まあ、しのちゃんの2人を見つけたいっすね。他の仲間も、まあ、姫野ちゃんとささらさんもまだやけど、先にやっぱひよこちゃんと、あれはね、しのちゃん見つけたいっすね。ということで5話からいきましょう。本当にすみません、ああケンスケ様、多分あの泣いた後かな。別に謝らなくていいよ。少しでも落ち着けたならそれで十分。ありがとうございます。でも改めて思いましたけど、本当に不思議な町ですね、この町。地位としてはどこが気になった？通りではお味噌も売ってましたし、お酒もありましたよ。味噌や酒もこの町じゃ作れないよな。なんかどっかから持ってきてるみたいな言ってなかったっけ。田んぼもないのに白い米があるのは不思議だって、おかみさんのお店の時から言われていたけど。あー、それ最初の時やんな。うん、やっぱり外と交易する手段があるんだろうな。なんか船来るって言ってたもんな、なんか時々みたいな。うん、その割に唯一の港に船はないんだけど。あー、ない。でもなんか来るって言ってなかったっけ。あれ、ん、どうかした？いえ、あそこにいるの、おエイリカさんじゃないですか。あ、チーの指さす方を見ると、細い路地の先を小走りで急いでいるのは確かに見慣れた後ろ姿だった。エイリカ、一人で調査するって言ってたけど、この辺りにいたんだ。何を探してるんでしょう。俺はチーと顔を見合わせると、エイリカが消えていった路地へ足を踏み入れた。あー、まあ後をつけんのか。エイリカさんも結局見失ったままでしたね。あかんかったんや。浦島というより、ポルトゥースカレの土地勘の差だろう。エイリカを追いかけた俺たちだけど、最初の路地に入った後から一度も彼女を見つけることができなかった。おお、なんかどっかの建物の中とか行ったんちゃうの？なんか路地とかじゃなくて。見た感じ高級住宅地っぽいところだったけど、浦島じゃ当てにならないしな。浦島の住人の大半は船が難破してたどり着いた不法入居者だ。不法移住者か。ああ、まあそうやな。全員、大体そうそうだよな。雰囲気だけなら、小高い丘にある高級住宅地でも、実際は誰が住んでるかさえわからない。そう、なんか、空いてる家に、その、ナンパした人たちが勝手に住んでるみたいな状況なんよな。うん。しずくさんも心当たりがないって言ってましたし。ああ。しのさんやささらさんならわかるんでしょうか。どうなんやろう。そのあたりも合流してからだな。そうして聞きたいこと、話したいことばかりが増えていく。みんなこの空の下で元気にしてるならいいんだけど。なるほど。そっか、エイリカちゃんがちょっと、うちはあっちを調べてくんね。別に外とかじゃなくて、あれなんや、浦島におるんや、普通に町に。はいはいはい。ああ、なんかあったら合図してくれ。
健介隊の合流メンバーも増えて、俺たちは隊をいくつかに分けて並行した調査ができるようになっていた。そんな事情もあって、今日の俺は八重と雫を連れて前に拠点にしていた浜辺の再調査に来ていたりする。そう、ちょっと前に姫野ちゃんおったんよな、ここに。うん。雫大丈夫？はい、シノが心配なのは確かですが、心配ばかりしていても前には進めませんから。それよりもやはり東の岩場が気になります。岩場はこないだ調査したけど誰もいなかっただろう。いや、シノの性格からするといなそうにないところにわざと隠れてるパターンもありか。そういうことです。もっともヒヨさんや他の隊員と合流して生活力が確保できているのが前提ではありますね。あ、じゃあ前さ、なんか牢屋に捕らえられてたんじゃなくて、あれ隠れてたんかな、あれ。その可能性もあるっちゃあるな。あ、でもそれなら俺たちとの合流を、優先するんじゃ。そう言いかけたところで思い至るのはもう一つの可能性。合流しないかできない理由がある。ケンスケ、しずく、ちょい、二人ともこっち来て。なんや、あ、これって八重が俺たちを連れてきたのは、ここに来た直後に拠点にしていた浜辺の洞窟だった。ああ、はい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 。焚き火の跡を誰かが触った形跡がありますね。あ、じゃあしのちゃんたちがおったんて前にケンスケ君たちがおったとこやったんか、あれ、牢屋じゃなくて。波や風で乱された感じとは違う。岩積みのかまどの崩し方や薪の乱し方は確かに人為的なものが見て取れた。これ多分姫のんよ。あ、あー、はい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 、そうかそうかそうか。姫のが？なんでわざわざ。前に忍びの話を聞かせてもらったとき、他の人に気づかれないように見てるべって残すのに、こういうことするんだって言ってたし。そういうことか、なるほど、わざと残すんや。いつの間にそんな話を。はあ、はあ、船に乗ってたときずっと暇だったしね。あ、やるな。やっぱなんかギャルっぽいというか、ちょっとこの二人、 あのややちゃんと姫野ちゃんって合いそうやもんな。そういうためになる話なら俺も聞かせてほしかった。船の上って船酔いのフォローをするか、何やったっけこれ、スキーやったっけ、なんかオールみたいなやつやんな、を漕ぐか、あとは将棋でボコボコにされた記憶しかないんだもんな。結局ボコられたよな、あれ、将棋って。でしたらこちらから何か返事は残せないでしょうか、ややさん。こっちも見とるぞ的な。え、あー、それな、それな、ないんやな。ややは雫の問いに居心地悪そうに視線をそらして、そこまではわかんないんだ。姫野の話なんか難しくてさ、なんか適当にいじっといたら姫野ちゃん気づいてくれへんかな。とはいえ、何かしら手を加えておけば、いや、そうやんな、こちらが気づいたという意味にはなるかもしれません。多分分かってくれるやろ、姫野ちゃんも。 あいつら来たん、ケンスケ君たち来たんやなみたいな。でも姫野も俺たちと合流しようとしないってことは、あ、そうやな、それこそ姫野ちゃんなんてもうめちゃくちゃ自由に動き回ってるし、町の存在も知ってたからいつでも合流できるんやもんな。あー、そっか、なんかあるんか、はい、その意味をこちらもよく考えておくべきだと思います。そうやわ、確かに。でも、ここってさ、姫野ちゃんが使ってるのは確かで、しずくちゃん、あ、しずくちゃんじゃ、しのちゃんとひよちゃんもここ使ってんのかな、同じ場所で、あえて合流してないみたいな、なんかあるんかな、わかんねえ。あ、
その日の夜、教会で祈りを捧げてたエリカは、背後からの気配に静かに振り向いてみせた。ああ、ごめん。邪魔しちゃったな。ケンスケ殿、寝られないのですか？さすがにここまで探して見つからないとね。エリカの調査はうまくいってる？それは…ゆえやんやつな。うん。多分何を言っても俺にヒントを与えてしまうと思ってるんだろう。エリカはそれきり口をつぐんだまま何も答えてはくれなかった。ごめん、言いにくいなら言わなくていいから。お聞きにならないのですか？無理に聞いたら教えてくれる？エイリカが困っているなら力になりたいっていうのは本当だし、多分エイリカもそれは分かってくれてるはずだ。だからこそエイリカは俺の問いに目を伏せ、静かに首を振るだけで。言えやんねや。お互い手詰まりなら協力することで活路が開けるかもとは思うけどね。エイリカはその場に立ち去ることもせず、その場を立ち去ることもせず、かといって俺に話してくれる様子もなく、ただ沈黙だけがその場を支配して、なんかエイリカちゃんもちょっとポジション的にちょっとなんとも言えんポジションよな今。やっぱケンスケ君たちの仲間ではあるんやけど、そのやっぱずっと慕ってきたっていうかね、上司というか小色さんもおるしみたいなね。ちょっと難しいところにおるよな今、ケンスケ殿。はいはいはい。永遠に続くかと思えた沈黙を破ったのはエイリカが先だった。はいはいはい。やはりすみません。おお、私からこの話をするわけには。よっぽどなんやな。気にしないで、無理に聞こうとして悪かったね。だってことは小色さんからなんか教えてくれることを待つしかないってこと？いえ、私から小色様に相談してみます。ケンスケ君たちに言ったらあかんかってか。そっか、やっぱり小色司祭絡みの問題か。その必要はありませんよ、ルイス。出てきた。コイル様。これ教えてくれる？ケンスケ様が信頼に値する人物だというのは、ここにいらしてからの振る舞いで、ちゃんと理解しているつもりですから。ですが、この件につきましては、どうか寛大な計らいをお願いしたいのです。寛大？それはエイリカのことですか？それとも小色司祭への？この日の元に住まうすべての天使教を信じる者に対してです。規模がでけえな。そういう規模の話なの？エイリカ、俺の問いにエイリカも覚悟を決めたんだろう。迷いのない、思考はこの一件が本当に日の元と天使教の関係を揺るがしかねない事件なのだと教えてくれた。それが叶うなら、私は日の元の布教を導く司祭としていかなる処罰も受けると約束いたしましょう。なるほど。そこまでの覚悟を決めていて、なお今まで黙っていたってことは、小色司祭も俺がその約束を守ってくれる人物かどうか慎重に見定めてたってことなんだろう。うん。それは静かな、でも強い意志と思いのこもった視線に、俺は多分そんな何かが起こった時、クオンやカズハは俺の言葉を聞かないと思います。俺もできる限りのことはしますが、お力になれるかどうかは分かりません。そもそも俺が持っている権限なんて、クオンやカズハのそれに比べれば無力と言っていい程度のものでも十分やけどな。うん。だから今の俺にできるのは、俺の立場を正しく伝え、過剰な期待を抱かせないように、することだけだった。いえ、そう言っていただけるなら十分です。ルイスにお願いしたのは、この浦島を支配するものがどこに潜んでいるかについてでした。そっかそっかそっか、
せやんな、オラ姿を見せへんにゃもんな、そもそもこの浦島を支配作った人っていうのが。あ、それをやらしてたんや。やっぱり支配者はいたんですね。はい。お、その者の名は。これ終わるか。あ、終わったわそんな気したわ。あ、あなたが噂に聞いたこの島の主なんですね。おい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 、いいとこで出てきて。私の名は、え、千ササラ利休、しがない旅の商人でございます。何、ササラさんはもういきなり黒幕と出会ってるってこと。お初にお目にかかります。ザビエル、フランシスコ、もしかしていえ、もフランシスコって言ったらザビエルしか出てけへんけど。ペドロ・アルバレス・カブラルド。あ、わからんわからんわからん。これが本当にザビエルかどうかは調べやな、わからんけど。え、そういうことなんじゃないのそのペドロなんとかかんとかは知らんけど、やっぱ宣教師って聞いて、いや、なんなんやろあれでも、あれ、あのさ、本編でさ、エーリカちゃんが追ってたんって誰やったっけ。あれ、覚え出せやんなあれ、本編でエーリカちゃんが追ってた黒幕ってザビエルやったっけ。なんか追ったよな、そもそも。なんか鬼を広めたなんかやつがおるっつって追っかけてたん。それが浦島を作った人物ってことなんか。え、まあ、この辺はちょっと後で見てみやんとちょっと思い出せやんな。同じ人物か、まあいいやということで、いやー、なんかええな、ええ感じに面白くなってきたな。コエリョさんは多分これ大丈夫かな、信じて。ちょっと疑い半分みたいな感じで見てたけど、これまあ仲間こっちサイドって見てももういいんじゃないか。なんかエーリカちゃんを企みに使ってるとか思ってたんやけど、そっかそっか、あの支配してる人を探さしてたんか。あー、なるほど。あー、いいな、面白くなってきたなそう、なんかエーリカちゃん誰か探してたんよな、確か。それと同じ人物やったりするかなまあちょっと後で調べてみるわ。ということで、まあ、38章終わりましたということで、今回はここまでで、まあ次はそうやな、多分イベントになるんかな。その新しいやつも来るし、イベントも来るし、浦島も新しいの出てくるんでまあ正直多分いっぱいいっぱいと思うんやけど、まあ多分イベントをやるかなっていう、感じですかね。ということで今回はここまでとなります。ありがとうございました。またお願いします。